陶芸家川本歴亭の養子となり、磁器作品も手掛け、瀬戸の伝統に現代的造形と感性を盛り込み、現代陶芸の代表的作家として国際的に活躍した川本五郎氏。作者の代名詞ともいえる回遊を用いた本作、その回遊は瀬戸で工芸的に使われてきた陶土を覆い保護する目的だけの釉薬ではなく、そこからさらに現代的な意匠にまで昇華させた回遊であり、まさしく本作は展覧会出陳作にふさわしい作者の顔となった作品です。